岩肌のような褐色の模様が特徴的な高級魚オニオコゼ。その隣にはひときわ目を引く金ピカの魚が。実はこちらもオニオコゼです。同じ種類ですが全く違って見えますよね。先月30日に愛媛の会社員によって今治沖で釣り上げられ、おととい桂浜水族館にやってきました。このオニオコゼはアルビノと呼ばれる突然変異により先天的に色素がありません。推定3歳で体長は20センチ強。海の中では目立ちすぎて外敵に狙われやすいため、ここまで成長することは珍しいそうです。なんでこんなに黄色いんか、すげえ不思議は不思議なんですけど、すごい珍しいので見れてよかったです。はい、現物見るのは初めて、お本当に黄色いなと、金色だなという感じでした。金色ということでですね、こう縁起が良かったらいいなと、ハッピーな気分になっていただけたらいいなと思います。館内ではこちらも突然変異で黄金になった日本ウナギも展示されていて、縁起の良い貴重な魚たちを合わせて楽しむことができます。